前回塗料管を使った二次燃焼ストーブを DIY しました。二次燃焼穴を開けたり、外管に空気を取り入れる穴を開けたりしました。また二次燃焼だけでなく、トーチも合体させ、さらにレバー操作で火力調節もできるようにしました。燃料には松のペレットを使い、二次燃焼もきれいに出て、トーチからの炎も出ました。トーチの火力調節をレバーで行いましたが、火力そのものが弱いという課題が残りました。火力を自在に調節できるようにさらに改良していきます。改良点は、上蓋の穴径を直径 30mm から直径 50mm に拡大しました。外管の空気取り入れ口を開閉するスリットを設置しました。直径 50mm の蓋穴、火力調節レバー、空気取り入れスリット、これらを調節し、火力の変化を確認します。燃料には松のペレット 900g を使用します。燃料用アルコールをかけます。トーチには麻の紐を加えます。およそ2分後、二次燃焼が現れました。上蓋からは二次燃焼の炎とトーチの炎とで火柱が上がりました。火力が最大の状態です。スリットを下げて空気を遮断します。火力が最小の状態です。スリットを上げて空気を取り入れます。今度は蓋を乗せ、火力が最大の状態です。スリットを下げ、空気を遮断します。火力が最小の状態です。スリットを上げ、空気を取り入れます。火力の調節はほぼ狙い通りうまくいきました。
二次燃焼ストーブ以外にもこのトーチの炎で照明として活用もできそうです。以上、二次燃焼ストーブの火力調節でした。